リリバルト・ナーゲルはドイツの音楽学者、音楽評論家。ナーゲルはミュールハイム、アンデアルールに生まれた。リヒャルト・バドカとの協調による前三巻のアルゲマイネ・ゲシヒテ・デア・ムジークの執筆により最も知られる。彼のモーツァルトに関する研究もカール・シュトルクのモーツァルト・ザイン・レーベン・ウント・シャッフヘンの中で賞賛されている。また、 第ニューロンベルガー無ジキズるシャフトに関して表した論文は、その後に出された音楽史を扱う複数の作品で引用された。1917年から1921年にかけては、ノイエムジーク・ツァイトゥング氏の編集者を務めた。ジャーナリストとして国家主義的、反動的な立場を取った。このため、ムジカリシェイン・ポテンツとデア・フューチャリスマス。 アイネ・アンド・イッシュ・アー・シェーナングをめぐるハンスプ・フィッツナーとパウル・ベッカーの論争においては空虚なお笑い草といった攻撃的な言葉を用いてフェルチョ、ブゾーニ、アルノルト・シェインベルク、ヨーゼフ・マティアス・ハワーらの現代作曲家を非難した。彼は次のように記している。見えてくるのは常人にはリズムの関係性や秩序を認識することはできず。 調整はもはや理解も区別も不能で、不協和音が無感覚に積み上がり衝突し合う音符の並びだけである。つまりは混沌とした大混乱なのだ。そのような単に病的構築物と評価されるべき異常増殖について知性の肥大かうぬぼれて大敗した空想世界かはたまた演奏教の水量中毒であるとさえ気づいたとしても差し当たり誰も我々を悪く言うことはできない。 健全なドイツの音楽的感覚とは少したりとも相通ずるところのない現象なのである。ありがとうございます。